今日は福島向かって左側、黒のユニフォームでの入場ということになります。アウェーの白のユニフォームが鹿児島ユナイテッド FC です。声出し応援、そして太鼓は鳴り響く中、今キックオフとなりました。左から右に攻めていきます。黒のユニフォームが福島ユナイテッド FC です。このオーブがファーに流れての、諸岡から流し込んだというのもありますが、オーブがいった、ニアサイド、中央に入れます。一つ戻して入れ替わってシュートが打てるか、左足ゴール決まりました。振り抜いた左足、有田光輝です。実に5試合ゴールのなかった有田光輝がここで決めていきました。今シーズン15ゴール目です。ご覧いただきましょう。中央、少し時間を作ったところから速いパスを木村が入れてきました。これをロメロとパス交換してからの左足、今度もオーブがニアサイド向かっている。オーブ徹底してあそこを狙ってきています。ミドルシュート、ボールわずかに外れると、福島のコーナーキック、ニアのオーブの頭を越えてファーサイドです。一つ戻してシュート、枠に行っています。白坂、樋口のミドルシュート、中田中上げていく、中央です、足元け決まりました。足元陸のヘディングシュート、外から内に入り込んできていました。そしてその前のプレー、田中も見事な持ち込んで追いつきました。福島です、無人の、フリーの状態、綺麗にヘディングで押し込みました。星田のパス交換、花田が前向く、さあ有田が走り出す、スルーパスを取るか、遠藤も内を使う、そうです、名森です、クロスが入る中、有田かヘディング、有田の後方から星光太のクロス、少しシュート性になりましたが、エリア内でボールの奪い合い、中央に当たって左足、山本ガッツポーズを見せます。これはスーパーセーブ、ダイレクトで左足シュートになりました。穴と陣ですか、山本さあ、おそらくこれがラストアタックになるでしょうか。ここでホイッスルです。ピッチに倒れ込みます両チーム、1対1。